事にってことで。とりあえずトレモにしよう今回は。というわけで芸能を大きめにしようかな。これぐらいでいいかな。これぐらい。あんまりその動画アップはするけど、なんかその実況意識的なことは別にしなくていいかなって。あのあくまでもそのタイムシフトを残すみたいな動画でいいかなと思ってる。そうそうそう。だから別にあの俺はまずいことも平気で言うし、あのだからコメントも別にそんないつも通りでいいよ。そんな小綺麗な動画にはしなくていい。ただ試合内容だけはあのやりたいことをやってもらえればね、削っていく。多分ねみんなのウォーミングアップが多分不足してると思うんで、最初に3連勝した人超有利だよ。何事もなかったかのように。これでもガンマチャージのガンマチャージとやり慣れてないか。うまい。やってしまう。そうだね。だ今のところだからさあここで怪しい開幕が、画面端のコンボが、チームエリアルがしっかりディレイドコンが入っていくけど、トロンの体力が高い。ハガー決めて、ああ惜しい、惜しかった。はい、やり返す頃には3ゲージ溜まってる。不快なコンボが入ってくる。ドリル、とりあえずクラルさんがお亡くなりで、今度はあの黒潮津さんが2ゲージ溜まってるっていうね、この変なゲームだよね。でもトロンがコンボを見せる。おいしい。さあ完全にダークホースと化した黒潮津さん、メキメキと実力を上げていく。ああ見せる。しかし反撃が素晴らしい。ファクターハラパン入って追撃しっかりしっかりしている。さあ昨日から濁りっぱなしの昇龍さんはもう完全にあの完全に迷子だ。しかしここで、ああ、あ、そうゲージなかったのか。捕まえた。これはあーっと、ちょっと昼間は弱いか。捕まえて連勝止めていく。いやー、黒、あと本当に毎月開催できればいいけど、できなくなってくると寂しくなっちゃうから。さあ 2P の桃地は結局このチーム、あ、キャラ変更なしだからね。もう一回言っとくけど、まずコンボを見せる。おっと、しっかりアシスト絡めて拾ってコンボ。でもバイオニックアーム続くか。続いた。しっかりしてる。しかもまだほぼ1ゲージ残ってるから、バイオニックアーム生きても打てる。しかも相手がそうだから捕まえ放題だけど、さあマイティ3ゲージ1本で終わらせる。捕まっていく。不快なワイヤーがどんどん刺さる。さあごちゃごちゃ動くけど結局捕まる。ああ、不快なゲージがある。とりあえずバイオニックアーム減らない。減らねえ。さあしのいで
こっからソウの体力が光る。素晴らしい。さあソウはあの赤ゲージたっぷりあるからね、ファクターしちゃえば回復できるよ。おっと、あー今ジャンシーをしたっぽくないか。事故っていく。さあ4ゲージストレンジ、全然あの4ゲージ当てるだけで殺せる状況だったけど、さあ完走すれば終わるけど、桃地は桃地はレベル3使ってしっかり、まさかの誰も連勝できない空投げがとにかくうざいチームだよね。突っ込んで、とにかく先地足を絡めて、このノバの嘘くさいめくりでと思ったら適当に突っ込んでくる。ノバがなくなっちゃう。これは減る。ミスってくれた、交代させてくれた。さあとりあえずドゥームが逃げつつアシスト出しつつ、さあ空中ガードしてしのいでターンを取ってく。だんだん画面端に追い詰めていくけど、ファイヤーが決まらない。さあ画面端抜け出す。さあ崩しに来る、ガードするだけ。まあ、アシストをバイオニックアームで狩れるんじゃないかっていうあの説があるんだけど。さあ再びノバ、あと一発当てるだけ。ガードがうまい。これに勝つと桃地さんは相当有利なわけだが、あートマキンさんがまだ温まってないので試合が怪しくなっていく。投げて画面端コーン、美味しいです。俺でもできる簡単なコンボはい、置き攻め。あー暴れてる。あー入らない。さああの不快なファクターはいつ使うのか、いつ使うのか、割とどうでもいいところで使うのか。いつものやつやってくる。まだファクター使わない。はい死んだ。これは生きてる意味ない。ファクターはしていく。さあさあ天地が来てる。あ粘った粘った、思ったより全然粘ったけど気のせいだったはい、誰も連勝できるの方が有利だけど、なんとかなるでしょう。本当は9時にするべきだけど。巻き込んで、素晴らしい。トマキンさんが様子を見てしまった。ああでも、ああどうしようか。さあ今まで先手足でひたすら連携してただけだったわけだが、事故ってく。ああ惜しい。とりあえずゲージぶっ込めば勝ったね。ノバのターン、エリアルトーク、画面端コン。さあそれもしてきたチームエリアルを決めていくさあうちの枠ではあんまり見たことないチームエリアルコンボ入ってくさあタトさんは5ゲージあるからまだまだいける。ノバビーム、さあファクター5ゲージセンチやりたい放題できる。
素晴らしい。あしかし適当にフォローしときゃ OK、 相手ファクターないから削り確定。おいしい、あと削り確定だよ。あー崩されて、チームエリア来るよ。見せてくれる。さあファクターがまだ残ってるけど、そろそろ切れるか。切れてしまう。さあお互いをワンコンかツーコンか。あーワンコン決まって、お亡くなり。ミスる。避けれる？避けれない。トマキンさんが最速リーチ、延長します。非常にまずい。我慢。
まずい。1人目がサクッと抜けないっていうのが意外とどうなるかわからん。さあ、黒潮さんがダークホースなのは間違いないんだよ。俺は完全にあれだね、ダブラリに釣られたので動揺して終わった、うん、完全にあれだわ。しっかりトロン殺す。何言語のディレイドの機能が強いよね。通して通した。意外な横エリアある。でもソウの体力がここから邪魔くさい。通したい。仮面橋とりあえずゲージお亡くなり。さあこっからやっぱ開幕取られるとこの黒潮さんのチームは相当厄介だね。こうなっちゃうと思うね。コンボされてる間にファクター時間がなくなっていく。陰性の入ってない。これはダブラリを食らっている。ミスって関係ない。反撃入る。さあインパッパー、はい。完全。さあ桃地適当スペンサー、桃地ザ適当スペンサー。さあコンボをしっかりしているようでどこかは適当。さあこの辺が適当。いや、いいよいいよ。多分それやるとまたね、ぐちゃぐちゃっとしそうで怖い。所詮今予選だから大丈夫大丈夫。ぶっこんで、あー惜しい。タックル機能するけど体力がない。本戦は最後3人勝ち抜いた中で最初に5勝した人が勝ち。連勝じゃなくて最初に5勝、まあ、5勝じゃ長いかもしれないけどとりあえず5勝でやるわ。5じゃなくてもいいかなと思ったんだけど思いつつなんとなく5にしちゃってるだけだから、だから完全にあくまでもテスト大会なんで、とりあえず5にしといて。あれ何て言ったっけ俺さっき忘れちゃった。どっちがいいかな、事故が分かりました。いやもうちょっとさ昇龍さんとかがさサクッと3連勝してくれるんじゃないかなって思ったんだよね。でももちろん俺も無敗で行く予定だったんだけど、開幕。さあトマキンさんがトマキンさんがこれは完全に怒りゲージ溜まった。完全に
完全に怒りゲージが溜まっていく。どうして見つってハシコン、おめでとうございます。とりあえず1ゲージ戦士につなぐ。でもこれじゃ死なない。さあでもモレキュー足があるから何でもできる。あー取って、ファクターも3ゲージもあるけど、桃地の選択肢はコンボミスだった。だけど空投げコンボミス。とりあえずハードラー返せないけど、ピピピピピ、さあなんとかなったか。とりあえずバイオニックアームで突っ込んだ。さあバイオニックアーム打ちそう、打ちそうな気がする。打った、コンボミス。さあなんか見苦しい暗転が見えたけど見苦しい暗転が見えたけど気のせい。これで追いついた。さあ桃地さんの弱点はあのウェスカーでしかファクターを使わないっていう。あ、なんで開幕はなんとかなる。削っていく。さあこっからあの黒いやつがやりたいことやる。でもゲージがないから多分意外と何もできないで終わるでしょう。センチのフォース、とりあえずゲロ。さあセンチもゲージがない。モレキュアシが発生する。モレキュアシ、あーコンボいけない。あーこれは痛い。適当ゲーム、適当ゲームが始まるさあザ適当、ザ適当だーい、潰せない。さあセンチも1ゲージある。あー銃殺。どうして？まずサクッと倒して置き攻め通る。再びゲージがある。
さあいつものコンボを完走しない。投げからとりあえず一発。深いタックルがうまい。あ、惜しかった。さあラスト1センチ崩されてファクターあるけど、これは昼食ファクター狙うがミス。とりあえず1ゲージで、ああミスっていく。なんてこったなんとかなる、とりあえずなんとかなる。ああストライク入って1ゲージ締める。昇龍さんがまず1勝、黒潮さんが勝ったら黒潮さんが2抜け。いやこれで昇龍さんがこれ負けると昇龍さん結構不利だよ。もう2人抜けちゃうから。さあ通してスクラルを。マジか、誰に負けたの。中職で通していく。裏回り、なるほど。モリガンにゲージ取られたのかな。とりあえずウェーブ素晴らしい。ああしかし生きてる。さあ悩まずタックル釣った。素晴らしい素晴らしい。どうして選択肢はミスるか。結局捕まる。惜しかった。タックル通してこれは入らない。しっかり返す。さあファクターは使わない。あ、ディレイドでとりあえず通す。さあハガーが捕まえるか、それとも弾で撃ち殺されるか。投げていった慎重になりすぎた。さあ荒れていく。さあダブラリを振りそうで怖い。この歯がファクター出してもダブラリストしていく。とりあえず1ゲージ苦しみのサンダーからコンボ通す。しっかりしてる。3連勝そういいかもしれないけど、そうしてたら桃地が優勝してたっていうの、それはあかんね。それはあかん。やっぱりでも8人にしてたら大変なことになったね、本当、試合時間が。さあ、崩しに入る。崩せない。センチ殴られちゃう。深いタックル、当てない。コンボが通って、ノバが来なくなり、ああ深いな。ジャンプ攻撃が通る。さあここでも空投げしちゃえばルームはターンを取れるけど、コンボ決められる。再びいつものコンボで来なくなり、これはまずい。さあアシテン宣言してたセンチがアシステンセンチが、しかもトロンのこの崩しを相手にしたけど、しっかり返す。ロケッパ入らない、その位置。さあ中段崩しをしっかりガードしてたけど、ついに食らう。ファクターもある。とりあえずアシストにつないで就職。
昼食じゃない。ファクターまだ使わない。おなくなり。昇竜さんが3連勝。残り。あ、微妙。なさっけっていう思う。さあというわけでトマキンさんがやり返すか。おっと怪しい黒潮図。あ、なるほどね。通してゲージ使う。お亡くなり。ドゥームがコンボ決めて落とす。なんか通って、ミサイルが漏れる。ガンマチャージだよ。うち先進フォースでハザー捉えて倒しきれない。通る画面端、2ゲージ。ああ、専用コンはできない。さあ、怪しい。ガンマチャージ刺さるけど、S が潰される。通して、画面端コン。あっという間にお亡くなり。ミスる。
投げて。じゃあとりあえず大きめ目。これは通す。削れない。あー確定する。投げていく。さあ下るけどビーム当たる。さあタイマーダブラリなんてね。5人3連勝の通して基本コーン。ゲージも使う。あーしかしガス戦地が取られて追撃もしっかり。今度はウルバリンだけ拾ってる。さあ苦し紛れの交代が通って空投げ。とりあえず1ゲージ生き残る。作られ交代通してしまう。うまい。とりあえず1ゲージ。ハルクが一瞬で切り返して横襟を通してインフェルノ。うわーっと落とされる。なんだかんだでダブラリが来まして。ああでもこれさりげなくタタさんが追いついてる。あとはどっちもゲージ次第。ファクターもある。さあぶち当てて、ぶち当ててミスる。ウルバリンがあーコンボミス。痛恨のコンボミスからぶち当てられる。さあ苦しい。ファクターコンしっかり決めれば殺しきれるけど、コンビする。あーなんか出てる。通してファクターあるよ。ファクター使うけどミスる。わーパイプがダブラリが。クロスヨーズさんが3連勝。さあここから真面目に見ていくか。あーっと崩して失敗したけど結局崩してコンボ見せる。桃木さんは若干休憩時間が長かったから感覚が戻るかどうか。コンボ決めてトロンの体力が多い。追撃成功。さあストレンジが捕まる。これは結構やばい。トロンが若干動揺してるけどやっとダブラリ通してコンボしっかり。ミスる。バイオニックアーム打てない。さあこれでトロンを構わずぶっこんでいく。できればディレードしたいか。さあこのタックの動きはちょっと知ってるからそんなに怖くない。突っ込んで、あー S を出せない。再び突っ込んで今度は通すけど落とす。すかさずコンボ。おっとぐちゃぐちゃプレイに走る。昇竜さんが濁っていくけどお互いなぜか、お互いなぜか5ゲージ。ゲージをディレード使わない。ディレード入らないかですか。さあとりあえず層が限界、限界に達してそれでも刺したい。結局ゲージを使ってしまう。ディレードしないという選択。お亡くなりで置き攻め。お互いファクターもゲージもたっぷり。どうしたと思ったけど入らない。さあ桃さんがボタンを押しまくっている。明らかにボタンを押しまくってる。これはなぜか当てになった。
ったファクターも使ってしまう。単純めくりコンボミス、ぶっこんでくる、ファクターもぶっこんでくる、簡単コンボ、おなくなり、これは2ゴール。32か5に10かどっちかな。さあスペンサーがチャンスをものにしてミスる、見苦しい。さあでもお釣りはもらわない。結局ダブラリ使わせて、さあ逃げディスクラルが補正切り、これの抜け方本当に知らないんだけど、前受け身とかで抜けれんの。76対24。あ、アンケートか。インフェルノ、ファクターインフェルノ、お亡くなり。ダブル通したけどコンボミスって、なぜかこすってるこの男。コンボミス、ダブラリで捕まえる。さあダブラリがいるからまだウェスカー怖くない。カムヒア、サンゲージクラル、サンゲージ決める。あれ、このサンゲージから追撃っていけるんだっけ。まだいける。あーミスる。さあウェスカーいつ光るか。ダブラリしっかりしてる、素晴らしい。通して、当てていく。しっかり一人倒して刻む、投げて基本コーン、アシスト2つ使ってパシコーン、置き攻めかと思ったらハガーが回ってる。今度はパシコーン、ハルクが決めてファクターコーン、しっかりしてる。ヘールいいキャラ。さあ置き攻め回って、とりあえず抜け出すか。さあコンボ成功、美味しい。相手のファクター時間も消える。手伸び、まだ生きてる。ダブラリが入る。さあダブラリ慣れしてないと相当低い。とりあえず苦し紛れ削り、単純めくり入るけどまたコンボミスる。さあ弾でなんとかしたいと思ったとこに普通にパイプ、怖い。通して、これは勝ち確だけど、ファクター、そういうことする、そういうことしていく。で444とかになっちゃうと相当試合は長いけど、通して殺しきれる体力だけど、画面端しっかり刻んで、しっかりしてる。選択肢はディレード。おっと、おっと、普通にコンボミスか。
た、ミスったとこに一瞬で切り返されて、4ゲージもあるトロンがいつものコンボを刻んで入る。生きてたけどマイティ。これはだいぶ勝利さんが有利。さあコンボ通す。ながら。通して。スペンサーを倒す。あとはウェスカーのファクター次第。しかし立ち回りはバレてるのでそんなに怖くない。さあここでソウの体力が光る。どうして2つ投げれるか見せてしまう。どうして勝ち角を逃す。再びさすがに倒すと。さあファクターを利用した。さあ通してタムギア、コンボに切って、さあ昇竜さんがダブラリー警戒を始めたけどかと思いきやハルクが飛んでくる。不思議なチーム。完全に翻弄されている。完全に翻弄されてターン取れないままやっぱりお亡くなり。チーム力が黒潮さんの方が乗ってる。勝利さんは若干ビビってしまってるんで、ビビっちゃうと黒潮さんのターンが効く。続いてる。とりあえず1ゲージディレイド。これはファクターしてるけど今日はさすがに生き残る。さあ苦し紛れ投げも通らなかったけどコンボ決めて、さあゲージはどうする。トルネードをファクターしない。さあ通してミスる。さあ選択肢は削りに行ったところに危機感マチャージで削られるが生きてる。おっと怪しい。これは通して選択肢はディレード。なくなりゲージがややもったいなかった。突っ込んでくるハルクがなくなって相当有利。今度はしっかりコンボを決めれるか。さあもう倒せるけどしっかりしてる。昇竜さんが大幅リーチ。リーチじゃないリード。よし一歩抜けた。桃地1昇竜さん黒潮津1。とりあえず優勝1位、2位3位はもしあの優勝決まった時点で勝利数が同じだったら2位3位はその1回勝負でその勝利数の差がついた時点で2位3位にしようか。もしその時点であの勝利数に差があればその時点で2位3位で。もっと延長を注意しないと。さあ桃地さんがしっかりと覚醒していくかどうか。あー大チャンスを二度も逃す。うまい。結局ぶち当ててコンボ落とす。打ち当てて怪しい。さっきから怪しいままなぜか倒す。延長しました。チームエリアル通って珍しくチームエリアル。結局トロンがコンボ決めて
タスクもお亡くなり。さあ単純めくりから再びいつものコンボ、アクターは使わない。はい、素晴らしい。全て読んでいたと、2が決まるって形で。どうしてフェイゼルの乗ってる、やっぱり乗ってる。これは強いディレードだった。ファクターで防ぐ。インフェルノ通して、さあお互いゲージがない。怪しい。クラルが割と何も気にせず突っ込んでる。ラットレンジもゲージがない。捕まった。インフェルノでお亡くなり。さあファクター混入、お亡くなり。ハルクが切り返していく。チームエリアル通すコンボを見せるけどダブルなり。さあ真っ赤なハルク、ハルクじゃない、ハザーがハルクに交代して、そうだ、まだファクター残ってたけど切れちゃう。それでも倒しきる。さあお互いファクターなしだけどダブルなりを振る。さあダブラリ振りそうで怖いこの歯が。サンダーが生きる。というわけで、通して、通していく。素晴らしい。さあハガーが機能する。アドバしてしまうけどタックル。ハガーが機能する。画面端コーン。いつものコンボ入る。生き残ってるけど削りに行く。素晴らしい。さあ最後の1匹黒いの、これは死にかけっぽいが、おっと銃で回避。ファクターはどうする。1ゲージ使う。ファクター残す。一発食らえば死ぬのに。ダブラリ食らってファクターを残したまま亡くなり。というわけで、所要時間、1時間20分。1時間20分、ん？そうだね、10分から始めたから1時間。